お疲れちゃんスラッツです。今日はですね、ついに新環境になりましたということです。さあ新環境早速やっていきたいと思うんですけども、バランス調整のね、内容を軽く振り返ろうかなと思います。まあ、あの LJ 始まりだすだけ環境が終わったとね信じて、はい、新環境ちょっと、ね、早くやりたいんですけども、プリンスとねラムライダーのこの助走までの距離がね短くなりましたよと、なんか書いてありますね。はい、プリンスの豚ちゃんポニーに人参をあげてみたところ、突撃状態に入るまでのスピードが上がったよっつって、はい、なんか豚にね人参あげるぐらいならね、なんかプリンスにね黄金の剣ぐらいあげて攻撃力マシマシにしてほしいぐらいなんですけども、さあラムライダーは人参は抜きですっつって、知るかもけそんな誤差ないかいってね、まあなんか上層距離が、はい、短くなったそうです。でメガナイトはまたこれもね、もっとこう鉄のなんだシールドかなんか上げて本当にジャンバでの距離が短くなったよっていう強化なんですけども、まああんま変わらないでしょつって、でハルチがこれ結構でかいですね。なんかマスター射程距離です、鎌の射程距離が伸びたんでそこまで届くっていうのが多分ねありますね。そうボーラーと同じですね、何点5ってことなんで、ボーラーって橋渡ってからもう無理やりトルネでグイーンやって相手のタワーの方向に石転がすとダメージ入るんですよ。まあそれができるので、まあ気持ちなんか橋前マジアチャとか橋前トルネゴルナイと似たあのずるいダメージ稼ぎをできるようになります。はい、なんでアルチのそういった結構なんだろうな、まあ使用率は増えるんじゃないかなっていう印象はあります。これ結構でかいですね。でアイゴレもまあ結局 LJ とかゴルナイとかに対して活躍できないので少し際どい、はい、でゴルナイはこれまあ壊れてたんでいい情報じゃない、いい加法だと思いますね。でスケキンをね前2体減らしてダメだったっつって、今回またもう2体減らしてみるわっつって、はい、じゃあまた次も2体減るでしょうちゅうことで、さあ LJ もまあこれどうなんだろうな、タワーへのダメージ、まあこの後やれば分かることなんですけども、はい、で5もこれでかいですね。バルーン完封できなくなった、完封っていうかね、前まではバルーン一発もタワーに入らなかったんですね、5って時はけど届きますバルーンは。なのでバルーンが間接的に強くなったっていう感じかな。ゴーマインよゴブリンっつって、ゴブリンは倒せるんだよファイスピでって書いてありますね。どんまいゴブリン。でリゴルはなんか HP が増えたので、なんでっちゅう話で、エリゴルちょっと強そうだなってことです。さあ今日ファルチェバルーンやっていこうかな。まあファルチェ強化されたんで、ファルチェといえばもうファルチェバルーン、ファルチェホググレーしかねえな。うん、でまあファルチェホグはねほんとなんか使うのが難しいで有名なので、まあファルチェバルーンの方が比較的使いやすいんじゃないかなということで、やっていきましょうか。射程の伸びたファルチェくん、どんぐらい強いのかね、しっかり頼むよ。中途半端は一番嫌だからね、しっかり暴れてもらって。コカッちゃんです。さあコカツは現環境何か変わったかって言われると、ぶっ壊れ大砲も加砲されてないですし、ロケットも強いし、ファイスピー加砲されたな、ファイスピーのダメージが下がったと思うので、まあそれはちょっといい話ですかね、コカツを使わない人からしたら。まあでも別にファイスピー加砲されたからってね、コカツ終わりですっていうわけでもないですし、なんならマイティ強いしね、アイスピディアン、エレスピディアンもあるので、コカツ使い側からしたらまあまあコカツ自体は今月も強そうですね。はい、手前か、いやでかー、うますぎー、おいしい。さあ、まあ、あとファルチェの射程を生かしていきたいな。いやマジこの橋前ファイスが強いんだ、橋前トルネファルチェで結構無理やりダメージをね稼いでいきたい。これ届け、いやでかい、これなんならプレゼントしてくれてる。でこれはファルチェディガーだけでも嫌なんじゃない、ちょっと。いやいいよ、さあディガーがカツカツ入る。まあバルーン行く意味って感じか。
やべ、まあ、ロケか。さあこうなってくると本気であのバルーン入らないので、じゃあどうするのっていうところで、ファルチェのトルネ強制巻き込みダメージちょっと狙っていきたいですよね。まあ、あとはディガー削りかな。これさ、マジファルチェの鎌の長さでキアをやれる。いや強い、これもう一歩ファルチェが歩けばこれ鎌届くな、マジで。もう一歩さあ、まあ、これロケもよし。お、これファルチェ、お、いや入ってる、これ今までよりも入ってる。そうだけど、さあ、さてはもうバルーンいらない。もうファルチェ取るのだけでやっていけそう。さあ、こうやって後ろに下げて、ファルチェがこれタワーに、おい、来た、これズルです。はい、ファルチェ加工してください。お、呼ぼ、一振りでも多分ファルチェって400くらい、もともとダメージが高いので。さあ、これで勝てます。バルーンいりません。まさかのファルチェの鎌長すぎ事件ですよ。これ運営あるあるやりすぎたんじゃないですか。だってメガナイトとかさ、ジャンプまでさ2秒 0.2 秒だよっていう調整よ、 0.2 秒だけいじったよとか、みんな 0. 何歩だよっていう修正なのに、あのなんだっけ、ファルチだけ 0.5 とかじゃなくて、もう1マス分強化したよっていう。いや、なんでっていう、なんでそんなにしたんっていう、あのその子だけなんでそんなにするのっていうね。他の子全然なのに、ファルチだけめちゃくちゃやるやんっていう話よね。 0.5 マス分だけ我慢できなかったのかな、そんだけじゃ。強化するならもっと強化せえ言うて、一タイル分でっつって、いや伸ばしすぎっちゅう。とりあえずなんか行ってみようぜっちゅう話で行ってみるか。あ、ハンター来んのか。まあこれは一旦こっちに来てもらってな。バルキリーが、うわ、腰の振り加減がエッチなお姉さんだね。いい腰回りしてよ。変態な人がいます、皆さん気をつけてください。まあこれはもう禁忌としたんで大丈夫だと祈りたいんですけど、雪玉来るといいの最長。これね、右のタワーから撃たれてる時にザップッとかかったですね。一番ダメージを与えれる時にアイスピでコーラしてあげたり、雪でノックバックしたり、ザップ与えたりみたいなのしてると、もうちょっとバルーンのヒヤヒヤがなかったかもしれないですね。さあ、何でもバルーンですけども、私にはね強化されて今ブイブイはしてるこのファルチ君がいるんでね。さあ、まあ崩壊点でいくら来ようと大砲と、あそこは読めない、なんならもういらない。まあダメージとか変わってない、長さだけが変わってるんで、まあ長さが変わればね、いいことよ。だって相手のねホバリングとかいても処理しやすいし、今までのなんかあった防衛事故みたいなのがなくなりそうですよね。ザップってあれ壊れてほしい。なんで？あれちょっと邪魔っすよ。トレーン使った俺。やばくない？唯一の負け筋をやろうとしてる男います。でも、回転が速いのがこのデッキの強みなので、適当に回して、逆サイってもらうと、さあ、まあ、施設トルネがガチで強いな、これ。ね。まあ、ボムでもいいけど、多分大砲の方がおすすめですけど、ISP は、どっちでもいいかなって感じですね。さあ、まあ、ファルチェ、僕あんま使わないんでね、結局どうなんだろう。今まで使ってない人の意見を聞きたい。公園暮らしのプロやん。ライキさんとかやん、これ。ライキさんのハウスだ。ライキルーム住人の人だった。これあれだよ、多分対戦して、多分対戦したら、ライクさんこの前ラッツさんと当たって負けました、いじめられましたって言われて、ライクさんに次会った時にうちのクラメンがラッツにいじめられたっつってたって言われるか、
俺が負けて、ラキさんこの前ラッツァに勝ちました言って、この前うちのクライアントに来てラッツァに勝ったっつってたで、グサッ、おいどっちもダメやないかい、何も出てこんし、どうする、行くか。男はケツからバルキリーや、ケツね、アーチャークイーン、いやバランス調整されてねえもんな君、それは強えまんまだ、出てくるのもわかる、ゴルナイスケキンが下方されたんやん、チャンピオンマジで横一列ぐらいの強さだったんですよ、でゴルナイスケキンだけ下方されたんやん、なんでアーチャークイーンは、これねダメ、1周目は守れそうだったらバルキリーファルチェとかで守って、2周目大砲とかで守るのありそうですかね。おお、よかった、残しといて、クエイク打たれたらマジで泣く、え、なんでこの位置絶対釣れるかんな、マジで、おーい、あーあーあああ、でもタワーへのダメージがさ減ってるから、え待って、俺え釣れない、釣れるよ、え待って、ちょっとここで逆サイの一個上、いや絶対釣れるねん、絶対釣れんねん今の、ルード4世でも入ったのかな、親父の膝が悪かったとか、右膝だけたまたま悪かったとか、本当にそういうこと、あー嫌なライトニングだ、でもこれも施設取るね、嫌だよって話だけど、行くしかないんだよ、いやマジで施設取るね、強すぎ、いやでもこれさ意外とエリジェイ多分今までだったらもう多分ボッキボキなんですけど耐えてるので、エリジェイの膝の調子次第ではワンチャンあったかも、切れない気がしないこともないけど無理ですね、ほらファルチ取るよ、大砲ちょっと置いとけばよかった、てかライトリングだったしこれやべ、あらマジでこのエリジェイのダメージが減ってるのは結構でかい、まあ結構でかいとはいえ、まああのバキバキいて、俺も結構耐えれる、おエリジェイこれ結構でかいぞ、まああの結局大砲取るね、でもそこの話は変わらないんですけど、はい早くライトニング打ってくれ、にゃーんって感じですね、まあこれダメージ、まあ抑えて抑えて抑えて対決で、まあ、頑張って防衛対決してればワンチャンあったかもしんない、まあまあまあ施設取るねーはね、バルーン大変ですよねマジで、個人的にだけど、個人的にというか世間一般的に空ユニット少なくてもね、空ユニットみたいなもんだからね、さあファルチェでサクッと、あのロケ砲も吸引力、ドリルロケ砲か、いやまあこういうデッキでも対空ロケ砲だけとか多そうなんで、ちょっと一回行ってみよう、検証、エスラー珍しい、テスラロケ砲欲しくない、ああザップ落ちないのかあれ、いやー緊急してもよかったか、まあいいか、さあドリルですね、ぶっ壊れの一つだけど今回も下方されずと、なぜテスラなんだ君は、せめてインフェであれカッボムであれ、間のテスラ珍しいぞ、まあでも今回の相手の呪文次第ではバルーンは非常に刺さりそう、あとファルチェの鎌が長いことによってテスラをたまたま傷つけられる、一旦攻めよう、マジで
ミリ残し。おお、ファルチェ。サイランか。で今のやばくない？ファルチェの一発入るんだあれ。あ、こういうとこよお兄さん。どうやってもキンキドできて。さあサッカーボールマン倒すか。たまにいるんだよな。いやマジでファルチェガチ強いじゃない。マジでファイブ打つからってさ、そういうのやだよ。来いよロケ。もうディガーのダメージ欲しいねワイは。痛い。いやテスラファイボが良くない、良くないよってマジで言ってるよ俺も。いや、え、入ってる入ってる、ガチ入りしてる。待って帰っちゃった、お前バカ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 。いや待ってパルチェ、待って行けよ、ここさ届くね。あー射程自体はね変わってないかな。見てこれがね、うっ強くね、分かった。ずるしました。いやマジで、あの今のどうなんだろう、前でも届いたのか。いやでも多分だけどゴリ伸びてるわあの鎌、見えないところで。いやだからマジで足前マジでちゃん見たら多いよこれ。これ身につけたら誰でも勝てんじゃね。よしよしよし、そこそこに分かってきたぞファルチェ。カマゲーなんてことね、トルネカマゲーってことが分かってきたぞ。おーい、それはやめてくれや。マジで王冠取り除くぞプリン。いや、あうバレバレ。まあ、ロケットなかったら神相性か。もうファルチェトルネで全部巻き込めばいいだけなんで。さあファルチェ出して、これでバルキリー出してロケットからどうしよう。さすがにナイルから逆に見ちゃう。あーいおいおいおい、ゴールデンナイト HP10% 加工されたんだってな。お前来いよ、いや強っ。HP10% どれぐらいだ。まあ気持ち荒けんのか、マジの。まあでも結構なんか柔らかい気がしたな。筋肉ムキムキだったのがもうちょっと筋肉ついてんなぐらい。さあスケバラファルチェでもちょろりと。いいね、これまたファルチェトルネだけで勝てるんじゃない？バルンなしで。いやー、トルネしたくなる。さあ、この一発が400です。強っ。ファルチェ流行ってもおかしくはなさそうな気はしてるけど、まあさすがにいいかな、これ。一旦施設を見たいな、っていう。今なんで大砲置いてトルネで研究したいね。アルチ素敵、なんか俺はもう勝ったでしょ、誰がどう見ても勝ったでしょ。パーン打ってトルネでピョーンやって見て OK。ゴールデンおじちゃんが怖いです。まあ行って考えよう、行って考えよう。おっ、あこれ強っ。あしかもこれ見て、ゴルナイがいやファルチェこれ入ってんの、あ入ってる、強い。
相手もにっこり、わあ楽しいね。やばすぎー。いや悪くないんじゃない、使ってみた感じは。まあ今までが特別良かったかわかんないけど、特別良いわけじゃないんだよ、他が強すぎただけなんだよね。他が強すぎて、まあ活躍の場もなかったので、まあいい強化な気もしますけどね。まあぶっ壊れってほどではなさそうだけど、うん、まあぶっ壊れではないけど、プチプチ与えたいぐらいかな、個人的に。なんかちょっと強い気がする。さあ、おい、これ強化されたから使ってんじゃん。ゴリ高回転オールブレイカーで、ディガーコンボだよね、これ。もう絶対ディガー拾っちゃうからね、俺ぐらい。さあ、施設だな、ボムがいいな。どうする、マルチでいいか。まあ、なんも出てきてないからね。おい、ボムやないかーい。すごい逆サイきたそうな顔してるんで。世界最強の施設と呼ばれている大砲を置いてきます。いやマジで大砲なんで確保されなかったんだろうね。大砲しないなら消してくれっつって、いやそれヒールやないかいっつって、一生根に持ってるからな、これアクララは。公式に3年ぐらい前に消されたヒール。よし、ターン。マジバルーンなくても勝てそう。何この大、これわ、めっちゃなんか変態だな、攻め方変態じゃないこの攻め方今の今の変態だったよ。いけ、カマのエイムは悪い。これでもマジで俺が攻める理由なくて、守っとけば勝てるっすよ。金魚としてね、ちょっちょ、いつ攻めるのがいいんだこれ。マルチいるときがいいな。相手さ、呪文ねえのかこれ。どうなんだ、このやりごぶをいつか許容しなきゃいけない。あ、でもこういうのでいいんじゃない、理学薬。お、出たこれ見て、はい、ズルダメージ。このズルファルチェで相手のこのチマ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 頑張ってるディガーのね、何十倍もダメージ与えていく。いや強っ。お、ファルチェのカマ。いやー許容か、いや大砲、天才、イケメン、大好き、惚れる。勝ちました。ファルチェ強くね、なんか楽して勝てるようになった、今までこのトルネードのおかげで。まあでもこれはファルチェが壊れてるんじゃなくて、トルネードが壊れてるよっていう意見も出るかもね。うん、まあそういう時は両方解放すればいいね。あ、それで解決やね。さあ、ということでトルネファルチェエグすぎです。そう、単純にこの釜の距離が伸びてんで、まあ、射程自体伸びてないですね。そう、だから投げなきゃ意味ないけど、投げてしまえばめちゃくちゃ投げえということで、このねファルチェ君、まあどうだろう、そこそこに増えてもおかしくはないぐらい優秀だった気がします。ということで、まあ他にもバランス調整された方あるんでね、はい、また動画あげようと思います。できればチャンネル登録お願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。